アルバトリオンやミラボレアスに勝てないと悩んでる方も多いんじゃないでしょうか。そういう方って怪力の種、アイルーの励ましホルンといったいわゆるバフを使いこなせてないんじゃないでしょうか。もしそうであればもっと大ダメージを与えれたはずなのに損をしています。ただバフの使用ってややこしいので間違った知識が出回ったりしていて理解するのが難しいですよね。でも大丈夫です。今回はシミュレーターを使って火力期待値を計算して装備の提案をしている私がバフについて解説をするので、本動画を最後まで視聴いただければバフの重要性がわかり与えるダメージが増えます。与えるダメージが増えればモンスターはひるみやすくなりダウンしやすくなるので被弾が減り、結果的に狩りがグッと楽になります。また当チャンネルは200本以上の体験の攻略動画を投稿してきた攻略特化チャンネルですが、実は体験以外の攻略動画もガンガン発信しているので、モンハン上手くなりたいよって方はチャンネル登録することを強くお勧めいたします。それでは今回はバフのグループ、バフの効果、バフでどれくらいダメージがアップするのか、バフを駆使した実戦の順に解説をしていきます。今回は攻撃力を上げるためのバフについて一通り全て紹介します。バフをかけると攻撃力が上がるんですが、その前にハンターがモンスターに与えるダメージの仕組みを絶対に理解すべきです。じゃないとバフを使う意味がわからないからです。まずハンターがモンスターに与えるダメージは物理ダメージと属性ダメージの総和です。そして一般的には物理ダメージの方が全体の割合として大きくなる傾向があります。特に剣士の場合はその傾向が顕著です。物理ダメージは攻撃力、属性ダメージは属性値が影響します。バフのほとんどは攻撃力に影響を与えるので、バフを使えば原則物理ダメージが増えます。そしてダメージは計算で算出可能なので、トレーニングルームの柱を殴らなくてもわかります。いやー、俺ガチ勢ちゃうからそんなん別に興味ないわって思うかもしれませんが、そんなあなたにも必ず知ってほしい知識があります。それはダメージっていうのは A×B+C×D みたいな感じで各スキルとかバフの上昇値がグルーピングされているっていうことです。つまりスキルやバフがどのグループに属しているかで同じ加算値や乗算値でもダメージに与える影響は変わるってことです。ではそれぞれグループの説明です。A はカスタム強化や覚醒強化を含んだ武器の基礎攻撃力です。基礎ってなんやねんって話ですよね。ここ大事なので説明しておきます。アイスボーンは表示されている攻撃力はただのお飾りなんです。武器種ごとに武器係数っていうのが決まっていて、例えば体験だと 4.8 で、双剣だと 1.4 です。この表示されている攻撃力割る武器係数で基礎攻撃力となり、これが A に当たります。例えば体験ブラックミラブレードは1632なので、4.8 で割ると340です。双剣のミラボ武器だと518割る 1.4 で370です。なのでこの場合、双剣の方が基礎攻撃力が高いことがわかります。まあ、ライズ以降はこの仕様は廃止されて、まあ、基礎攻撃力がゲーム内で表示されているので、こんな係数計算は不要です。表示攻撃力はおそらく一発一発のダメージの違いを表現したかったんだと思います。体験の方が一発のダメージ大きいですからね。B は回避の相違や励ましホルン、狩猟部への攻撃の旋律や火事場が該当します。ちなみにライズだと狩猟笛は D になっているので旋律が強化されてますね。C はいわゆるバフと呼ばれる怪力の種とか鬼人役グレードです。また攻撃スキルとかフルチャージみたいな加算系スキルも C です。D は会心、肉質、切れ味、中限補正や各武器種ごとのモーション値です。基本的に乗算は B なんですけど、表記錬成だけは例外的に D なんです。またガンナー系の速射補正等も D です。というわけでバフやスキルを付与する前にそれがどのグループに属するのか把握しておきましょう。バフの C を生かすには D を目いっぱい上げた方がいいです。なぜなら D の値が高ければ高いほど C の値も大きくなりますよね。例えば D が10の場合と100の場合だと C の効果は10倍違いますよね。例えばモンスターの睡眠時への一撃は2倍になるっていう補正も D に当たります。つまりバフの効果が2倍になるっていうわけです。睡眠時の攻撃の前に皆さんが一生懸命バフを使う理由にはこういった根拠があるんです。あとアイスボーンにはもう一個重要な仕様があって、
それがダメージギャップです。これ以上攻撃力を上げてもダメージが増えないっていう限界があるんです。まあ、簡単に言うと A×B プラス C の値は A×2 未満になります。猫カジバや回避の相違、不屈、砲術強化等の B スキルを付与しまくると限界に到達することがあります。まあ普通に遊んでて到達することはほぼないんですが、まあ、タイムアタックとかをするときは気をつけた方がいいですね。それでは早速バフの効果について紹介していきます。細かい数値までは覚えなくていいんですが、大まかな上昇量や重複することもあるのでそこだけは知っておいた方がいいです。まあ、原則加算系は C で乗算系は B です。まずは所持アイテムから力の5符と力の爪です。持ってるだけでそれぞれプラス6プラス9で合計プラス15になるので必ずアイテムポーチに入れておきましょう。次は一時的に攻撃力を上げる怪力の種のグループです。怪力の種、怪力の丸薬、猫の休憩術が同一グループで重複はしません。つまりこの3つを全て同時に使っても効果が適用されるのは1つだけってことです。それぞれ効果時間とか上昇する値は表の通りです。まあ、効果時間が短い怪力の丸薬の方が上昇量が大きいです。そしてここ重要なんですが、原則後から飲んだ方が採用されます。実際に試してみましょう。まずは怪力の種を食べてみましょう。1872から1920に上がりました。そして3分経たないうちに怪力の丸薬を飲んでみましょう。1992に上がりましたよね。つまり丸薬が採用されたわけです。ここでもう一度同一グループの種を食べてみます。攻撃力が1920に下がりました。つまり丸薬の効果が消えて種が採用されたわけです。なので同一グループだと後から飲んだ方が採用されるってことです。ライズとは若干仕様が違うんですよね。次は鬼人の粉塵です。10上昇するので怪力の種と同じですが、グループが違うので重複します。なので短期的に火力を上げたいときに種とセットで使いましょう。次は鬼人薬のグループです。鬼人薬ニトロだけ、鬼人薬グレートが同一グループで重複しません。鬼人薬グレートが完全にこれらの上位互換であり、また落ちるまでは効果が適用されるので原則狩猟前に飲んでた方がいいです。ただし飲むのに時間がかかるので、タイムアタックのような超短期決戦の場合は攻撃回数等も考慮すると飲まない方が早く枯れることもあります。次はボウガンが使える鬼人弾です。3分間で攻撃力プラス10です。ライズみたいに切れ味補正 1.1 倍はかからないのでそこまで強くないです。フィールドに生えてる鬼ぼっくりは90秒間攻撃力プラス5です。まあ、それぞれ別グループのバフなのでかかると純粋にダメージがアップします。次は狩猟笛やお供の励ましホルンです。攻撃力アップ小の旋律で 1.1 倍、攻撃力アップ大の旋律で 1.15 倍です。ただ攻撃小を重ねかけると 1.15 倍になって、攻撃大を重ねかけると 1.2 倍になります。お供の励ましホルンはレベル4以上で 1.15 倍です。効果時間は表を参照してください。また旋律や励ましホルンは攻撃力上昇系だけじゃなくて回心率アップ系も使えばさらにダメージアップが期待できます。次は回避の相違です。これめちゃくちゃ強いです。フレーム回避の無敵時間の前半で避ける、つまりギリギリのタイミングで避ければなんと攻撃力が20秒間驚異の 1.3 倍です。フレーム回避とかプロハンちゃうから無理やわって思うかもしれませんが、これを切るだけで回避性能プラス5以上の効果が得れるので実は意外と回避できちゃうんです。次は食事です。猫の短期催眠術です。効果時間は狩猟開始10分で9アップです。まあ、確定で付与できないのでタイムアタック勢向けですね。次は猫カジバです。 B グループに属していて 1.35 倍乗算で破格の性能ですが、活動条件が体力10以下なのでタイムアタックのような特殊な狩りで進化を発揮します。一通りバフについて紹介をしましたが、アップする攻撃力の値を聞かされてもいまいち実感わかへんなーっていうのが本音じゃないでしょうか。なのでバフを使った際とそうじゃない際のダメージを比較してみましょう。私の専門は体験なので体験の最終装備ララドララを例に解説します。この表が体験の新ため切り強撃で与えたダメージの比較になります。上がバフなしで下が手軽に詰めるバフは全部かけてます。比較結果いかがでしょうか。
お手軽に詰めるバフを付与しただけで、新タメギのダメージは2390から3856になり、ダメージが約 1.6 倍になりました。単純計算だと10分で狩れるモンスターが6分前後になるっていうことです。実際はモンスターがひるみやすくなるので、ハンターの攻撃機会が増えてもっと早く狩れると思います。いかにバフがダメージに大きな影響を与えているのか分かったんじゃないでしょうか。それでは最後に今まで解説をしてきたバフをありったけ活用して実践してみます。それではバフをふんだんに使って実践してみます。まずは励ましホルンの指笛で指示をして、すかさず鬼神薬グレートを飲みます。で、飲み終わったらすぐに地上に降りて、アルバが最初に方向していくので鬼神の粉塵です。そしてここ隙があるので、まずはぶっ飛ばしをします。で、ここ重要なんですが、この後も隙が出るので石ころを取ったらすかさず怪力の眼薬です。これで20秒間攻撃力25アップです。その後に縦切りためマックス、強ため切りためマックス、新ため切りマックスっていう体験の最強コンボをぶち当てていきます。これで怪力の眼薬がいきましたね。眼薬の効果は20秒で効果が切れてしまうので、ここで怪力の種を飲み直します。これで種が3分間有効になります。種、粉塵、鬼神薬グレートと使用バフ全てを使っているので、これだけで攻撃力が27上がっていて、かつ力の5歩とか爪も合わせればもうここだけで42も上がってるというわけです。この後は体験でバシバシ殴っていきます。クラッチひるみ起きました。ここ張り付いたらクラッチひるみの時間が延長されるので、この前にバフを飲むってのもいいと思います。ただもちろんバフも重要なんですが、それよりも重要なのはモンスターの後隙に対してダメージを与えていくことです。いくらバフをうまく活用できてもモンスターに攻撃を当てることができなかったら意味ないですからね。今状態異常が解除されたので最下転覆が起きました。最下転覆は C スキルで基礎攻撃力レベル3でプラス18です。18ってえぐいっすよね。種と粉塵巻いて20ですから、いかに破格なのかわかると思います。で、回避の総意を着ました。回避の総意を着れるのは90秒間とあっという間なので、この隙にできるだけギリギリの回避を成功させて20秒間攻撃力 1.3 倍の恩恵を得たいところです。回避の総意は使えなくなったら次に使えるようになるまでだいたい5分かかるので、短期決戦であれば1回ぐらいしか使えないと覚えておくといいです。で、ここあれば状態変わるときにダメージ判定があるので回避をしてバフを発動させます。これで 1.3 倍に攻撃力が上がってます。そして次に攻撃をすれば角が割れることが分かっているので、タメ3をぶち当てて角を破壊して強化打ち。ここで新タメ切り回避のバフがかかって3000オーバー、半端じゃないですね。そして次も回避の総意の見せ場です。ここ回避で避けてバフを発動させて新タメ切りです。3000オーバー、もう気持ち良すぎるんですよね、回避の総意が。そしてまたバフ取れました。なので次の攻撃も20秒間以内なので、新タメギの攻撃が 1.3 倍になってます。で、3000オーバー。しかも今、会心率アップの励ましホルンをお供が吹いてくれたので、一時的に会心率が 100% になっているんです。アルバが空中を飛んでるので、この隙に煙玉で発覚を逃れてから、切れ味を回復させます。紫切れ味だと D の倍率に対して 1.39 倍かかるんですが、白に落ちると 1.32 倍に下がります。要するに 1.05 倍火力が下がるというわけです。なのでできるだけ紫を維持して戦いたいところです。そして種が切れてるなと思ったので眼薬飲み直しました。種粉塵は3分で効果が切れてしまうのでこまめに飲み直しをしたいです。今回のお供の励ましホルンは防御力アップ系でしたね。今回は攻撃力アップのホルンをお供が吹いてくれてなかったんですよね。そこは残念だったんですが、励ましホルンと回避の相違が重なった時なんかとんでもないダメージが出るので、なかなか慣れないうちは回復三つ虫にしがちだと思うんですけど、モンハンに慣れてきてどんどんダメージを与えたいなと思ったら
励ましの楽器に変えてみることをお勧めします。でもうそうこう言うてたらお別れの時間です。ここ最後に京田右で当てて、これでジャッジメント前討伐です。はい、いかがだったでしょうか。資料タイム4分28秒でした。バフで効果力を維持すればエスカトンジャッジメントをする前に倒すことだって可能なんです。それでは次回もモンハンの動画でお会いしましょう。バイバーイ。